安倍首相が内閣改造を行います。自民党総裁選で参戦を果たした安倍首相、内閣改造は首相が臨時閣議を開き、閣僚たちの辞表を取りまとめてから手続きが始まります。大臣候補の国会議員は主に首相官邸近くの議員会館に待機、電話を受けると官邸に行き、首相から正式にポストが通知されます。一連の流れを呼び込みと言います。その後、官房長官が閣僚名簿を発表し、皇居での認証式や初めての閣議を経て新内閣が動き出します。安倍首相は今回、麻生財務大臣や西村官房副長官の続投をすでに明言、2人とも財務省の不祥事や自身の軽率な振る舞いで責任を問われていました。一方、総裁選で対立候補となった石破氏や石破派の議員の処遇が焦点となっています。